おい詐欺野郎、ちょっと車ちょっとやってほしいんだけど。こんにちは。大丈夫、かなり炎上してるみたいだけど、相当精神病んでるよね君。さて今日はどうする？まあとりあえず、じゃ車内を拡張させていただきましょう。噛んだな。はい、拡張してみる。車の魅力に気がついたね。うわ、やっばい顔しとるの詐欺師じゃな、詐欺師。わしら減ったら足すだけやから、足すじゃん。じゃあそれじゃあまずは車内を少し広げられるけどどうする？お願いします。よろしくお願いします。ただでいいんだよね。オーケーオーケー、西コルケ任せとけ。僕アラフ。はい、準備するからちょっと待っててくれ。了解です。ピンちゃん、グーちゃん。あれ、これってさ、値段言わないんだね。値段何も言わずにやるんですね。うわ、マジか。いくらだよとか何も言わないの？よし、あとはこのカレーを向上したら完成だ。バスバスバス。おい、キャンボー、そこって、は？は？は？え？は？え？何？変わってねえけど？え？よし、オッケー。これで少しだけ置ける家具を、なんか今さっきなんか言ってたよね。ということで今回かかった金額、ちょっとちょっと待て。おう、あい、ちょっと、ちょっと待て。おかしくねえか？金額、後から言うの。これか。これか。これがツイッターで言ってたやつか。これか。持ってないよ。お金持って。カイジ？地下帝国？そう。いや、これか。これが言ってたやつか。何もお金言わなかったよね、これ。1万円かかるけど、いいって。うわ、怖え。じゃあ、わかりました。じゃあ、ローン払います。はい。5000ベル。1万ベル。はい。もう8000円すべて。はい。もう全部いきます。はい。決定で。お願いします。はい。810円になりました。マジでふざけんなよお前。全財産810円、野獣やらないか。どうも皆さん、改めまして、トライアングルでございます。はい、見事に詐欺に遭いました。はい、ですね、これが言っていたことかと。ツイッターでね、こいつに騙された、こいつは詐欺師だっていうのはね、キャンタマ、キャンタマじゃねえ。あの子がね、言ってたのは知ってたんですよ。でもね、詳しい内容はね、僕ね、がっつり聞いてなかったんですけどね。まあ今受けてそういうことかと。あの、静江の説明動画って書いてある、今静江さんの笑顔が一瞬ね、引っかかりやがったのてめえって感じのね、顔だったんで、ちょっとイラッとしたんですけど。そうか。いやー、ただいま私、金額が野獣でございます。はい。野獣の状態でね、ニックネームに、野獣先輩とつけると、NG になるって言われたじゃないですか。なので、この野獣、810円でもしかしたら、静江さんに話しかけたら、なんか言われるんじゃねえかなと。ね、ちょっと思いません？ 810 円、なんか絶対、このポケモリさんって、野獣先輩に対して確実に何かしら、その、トラウマじゃないですけど、警戒心あるんですよ。なんか名前で野獣先輩ってつけるのは不適切って言われながらも、別のちょっと卑猥な言葉はセーフっていうことがね、あるんですよ。だから、その確実に野獣先輩っていうのをピンポイント、まあ、ピンポイントじゃないと思うんですけど、その NG リストに入れたってことじゃないですか。打ち込んだってことじゃないですか。ということは、よくある810円野獣。はい。そちらの野獣、で、なんか何かしらアクションが起こるんじゃなかろうかと。前置き長いよね。ということで、じゃあちょっと静江さんにね、野獣溜まったよ。どうなされましたか？いや、野獣溜まったんだけど、何すればいい私。はい！それではただいまのお題をご紹介しますね。大丈夫？大丈夫？いいよ、来いよとか言われない？大丈夫？あー、そういう感じね。あ、わかりました。特に何もない。OK モータースでキャンピングカーを大きくしよう。もう絶対静江さん、君そっか。あれか、詐欺師の仲間か。こうやってやって、静江チャレンジで、
キャンピングカーを大きくしようって、そういう宣伝、なるほどね、スポンサー料払ってね。わかりました、わかりました、了解でございました、わかりました。OK です、敬礼します。今マイクで、マイクっていうか画面映ってないですけど、私今敬礼しております。はい。はい、大日本帝国何々みたいなね。はい、ちょっと何言ってるかわかんないですね。はい、ということでね、もう今回はもうね、ちょっと、闇を見ましたね。まあ、多分、どうなんだろう。あれはわざとなのか、作成ミスなのかわかんないんですが、いや、ちょっと値段書いてほしいですよね。あれは、1万かかるよって言ってくれないと、の、ね、拡張するかいって言って、あ、わかりましたって言って、後から1万かかるんで、ローンでよろしくね、頼むぜ、みたいな。ねえ、払えなかったら近い気だよ、みたいな。石田さんってなっちゃうんでね、ね。ちょっと怖いんで、チンチロ始まっちゃうかもしんないんでね。はい。何見とんねん、お前は。はい、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、闇を見た。じゃあお疲れ様でした。ごめんね、こんな動画で。はい、それじゃあさよならです。バイバイ。